続きこれゴンって読むの。はい、どうもゴンゴンです、よろしくお願いします。ゴン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 って呼んでください、呼ばへんわアホ、ね、ゴンゴンお前さ初めて会うねんで、はい、誰や男の子でこうゴンゴンですとか、ね、しなしなですとか、いやいや俺もしなしなやばい、しなしなただでさえうざいって言われてるキャリーパミュパムの元彼って言うてもええの、はい、あそうですね、高校時代一緒に表紙とかやったりして、あ、有名な話だったのか2人が恋人同士だというのは、でも別れてあんだけまあすごい人になるとどんな気分なの男って。いやもうすごいですね、ピューンって言っちゃったんで、ああもうゴンゴンショックみたいな、ゴンゴンショック出たゴンゴンショック、ゴンゴン、それはなんで別れることになったんや。ゴンゴンがつまみ食いしちゃって、ゴンゴン、ゴンゴンつまみ食いもできるの、ゴンゴン、そうなんです、ゴンゴンすっげー気に入っちゃった、ゴンゴンなんでも言えるんですよ、ゴンゴンなんでも言っちゃうつまみ食いとかあんま言うねめちゃくちゃ優柔不断ですごい告られちゃった。あ、分かるよ、付き合いが長かった時にほっと言い寄られたんだ、どっか行っちゃうって言われちゃって、あ、言い寄ってきた人が、そう、言ってきた、私がどっか行っちゃうからいなくなっちゃうよ、あ、ちゃんと捕まえとかないといなくなっちゃうよ的なやつでしょ。3日間だけ付き合ってって言われた、うん、まあそれ言われたらしょうがないな、そう、男としてな、これはいてしまうやんけ、その、人はやで、優柔不断な人はやで、めちゃくちゃ優柔不断、俺優柔不断、そうそう、それは面白かった、優柔不断の日本代表ですね、中国の優柔不断です、よろしく。どうですかお母さん、こういう話を聞いてらっしゃって今さっぱりはよくわからないですよねでもまあまあ浮気した日本語ですよね、ゴンゴンって日本語ですか。日本語ですか。日本語です、日本語です、日本語です。え、これゴンって読むのはあんの本当に。いや、あるんですよ、ちゃんと辞書を引いたら、なんか言うっていう字と、あともう一個この今の自分の字に書いてあって、あ、俺もうちょっとしたら言うっていう字だったんだなみたいな。なしなしな、なんて言ってもしなしな、あいつ、ちょっと待って、ゴンゴンの面倒役しなしな、しなしな